おととし、東京江戸川区で、当時17の女子高校生を殺害したとして、強盗殺などの罪に問われたアルバイト先の元同の裁判で、二審の東京高等裁判所は、判。は計画的だったとして被告側の主張を受け、一審に続いて無期懲役を言い渡しまった。おととし11月、東京江戸川のパートの部屋で、近くに住む高校さん。姓の岩瀬かな子さん、当時17が殺害さ、現金などが奪われた事件では、アルバイト先の元同僚で、この部屋に住んでいた青、正弘被告、31が強盗殺人などの罪に、割れました。被告側は起訴されたない、懲役30年が妥当だと主張、だが、一審の東京地方裁判所で無期、役、言い渡されて控訴し、犯行は計画。ではなく、自首したことも考慮されるべ、だと主張していました。1日の判で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は、害を言葉巧みに騙して家に連れて行き、すぐに殺害していることから見て、犯は計画的だった。被告は自首しているが、警察が自分を探していると聞いたことが、よしで、捜査の進展にそれほど貢献したわ。ではないとして被告側の主張をどけ、審に続いて無期懲役を言い渡しました。続、もっと重い判決でも、判決の亡くなった岩瀬かな子さんの家族が会見。